平野紫耀、ルイ・ヴィトンのランウェイで披露した、令和版スミジロー、スタイルにファンメロメロ、ハイファッションとアイドルの融合、日本の人気アイドルであり、元キング、プリンスのメンバーである平野紫耀さんが、ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズコレクションのランウェイに登場し、そのスタイリッシュな姿勢が注目を集めています。香港でのファッション賞参加に伴い、彼が着用したハイブラスーツのスタイリングは、まさに、 令和版スミ郎と評され、ファンたちをメロメロにさせました。香港では、ヒラノ耀の最新ファッションに焦点を当て、彼の魅力的な姿勢とその背後に隠されたギャップについて詳しく掘り下げていきます。1点、香港でのファッションショーへの参加。ヒラノ耀がインスタグラムを通じて報告したところによれば、彼は香港で行われたルイ・ヴィトンの2024プレフォルメンズコレクションのファッションショーに出席しました。 この重要なイベントに招かれ、彼はその場で披露される最新のトレンドやスタイリングに触れ、その中で自身のファッションセンスを披露しています。彼が選んだグリーンのダミエ、市松模様のスーツは、彼の個性を引き立て、視線を引きつける要素となりました。2. 点、インスタグラムでのプレビュー。11月29日のインスタグラム投稿では、香港の美しい魔天楼をバックに、彼のスマートな姿勢が映し出されました。 グレーのジャケットに身を包み、ルイ・ヴィトンのアイコンである、スピーディー、バックを手にしたショットは、シンプルでありながらも洗練された魅力を放っています。彼はコメントで、2024プレフォール、メンズファッションショーにご招待いただき、香港にお邪魔してます。明日のショーを楽しみにしながら、綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思いますと述べ、イベントへの期待と興奮をファンと共有しています。3点、ランウェイでのスタイリッシュな姿。 12月1日のインスタグラム投稿では、ファッションショーの鑑賞を報告。香港で撮影されたダミエのスーツ姿が、ブランドのロゴや夜景と共にスタイリッシュに披露されました。これにより、彼のファッションセンスとハイブラスーツをまとまった、令和版杉次郎としての新たな一面がファンに広く知られることとなりました。この投稿は、単なるファッションの紹介を超えて、彼のファンを楽しませるための一手と言えるでしょう。 4点、ギャップのあるオフショット。一方で、平野仕様はその魅力的なスタイリングとは裏腹に、オフショットでの姿も公開しています。スライドの中には、洗練されたランウェイ姿とは対照的な、歯磨き中の鏡越しじとりショットも含まれています。髪もセットされていないラフな印象と、宿泊先や控え室で撮影されたと思われるゴージャスな内装やアクセサリーとのギャップは、 ファンたちに新たな驚きをもたらしています。5点、ファンの反応。これらの投稿に対するファンの反応は熱狂的で、彼のファッションセンスと個性に対する賞賛が相次いでいます。ちゃんと紫輝くんが自分のものにして着こなしている姿に、キュンでした。どの映像を見ても倒れそうなくらい意見、散らかして素敵といったコメントが寄せられ、特にグリーンの一松模様に関しては、令和版スミジロー、さすがにラブイ。 一末模様みたいなのこんな似合うなんてさすがすぎる。と、鬼滅の刃のキャラクターを彷彿とさせ、ファンの心を掴んでいます。平野紫耀の新たな一面。平野紫耀がルイ・ヴィトンのランウェイで披露したファッションは、彼のアイドルとしての枠を超え、新たな一面を見せています。ハイブラスーツをまとまった、令和版スミ郎という表現が示す通り、彼はファッションの世界で自らのスタイルを確立し、ファンを驚かせています。 また、その洗練された姿勢とは裏腹に、オフショットで見せる自然体な一面も彼の魅力の一環であり、ファンとのコミュニケーションを大切にしていることが感じられます。平野仕様は単なるアイドルだけでなく、ファッションアイコンとしても注目を集め、その新たな一面が今後ますます期待されることでしょう。